おはようございます。登竜門の会長に、このカモの絵の先っぽをもらったので、ちょっとこう、カモの絵になる竿を買ってきました。一応、台輪なので、これで十分だと思います。これは2段にちょうどこの辺に合うので、これは3本目の竿なので、この辺につけて2段で作ろうと思います。この長いゴムのチューブというか収縮ゴムももらったので、これで作っていきたいと思います。まあその前に、まあ綺麗にちょっと磨いて、やっていこうと思います。私はこうリベットで留めるので、ちょうどいいサイズを探しているんですが、まあ、ちょっとこれにしますか。もしくはもう一番ぶっといので、また穴を開けてやるかですね。まあ、あとはまあとりあえずこれで竿を切って、これに合わせてまあやってみようと思います。とりあえず切りました。でまあこれはちょっとまだ緩いんですが、私はここにビニールテープを巻いて補強するので、このぐらいの緩さがちょうどいいです。ではこれからビニールテープ巻いて合わせ、ぴったりになるように合わせます。ビニールテープ巻いてぴったりになりました。これでグラグラしません。であとはドリルで穴を開けて、この何でしたっけ、リベット、2箇所リベット、リベットで締めます。そうすると絶対に抜けません。で、これでとりあえずひとまず完成なんですが、私はここからまたこの辺こう下までいかないようにというか、まあこれ以上はいかないんですが、もっといかないようにゴムこれをまあちょっと切ってっていうか、まあこれ大きいからこれはもったいないので、これは1個これに巻いて全部また買ってきてゴムをつけます。まあ、とりあえずまあこれでも使えるんですが、もうちょっと綺麗に磨いたりゴムをつけたりしてやっていこうと思います。